れた。だからあの子がいると家の中が本当に明るくてさ。俺がさ、ある日忍者学校に入りたいなんて言い始めてよ。女だてらにさ。いいじゃないか。今の時代、女でも強い方がいいからね。ちょいと寂しいけどね。たった3年だろ。子供のために親はちょっとぐらい辛抱しなきゃ。そうだね。おお、私の息子を忍者学校へ入れた理由ですか？あの子は本の虫でね、目も悪いし、体も弱い。けど、本が好きってことは、いろんな知識を持ってて、忍者学校のお役に立つと思ってね。忍者の修行を受けてりゃ、体も丈夫になるでしょうし。15歳以上なら、誰でもご奉公できるって聞きましたんでね。どんよりした重苦しい天気です。立派な忍者になるには、1に練習、はい、2に練習です。さあ皆さん、しっかりと精進してください。それでは全員前に、日の出忍者学校校歌斉唱。
校長、茶人としての仕事も忙しいであろうに、忍者学校まで任せてしまいすまんの。いいえ、私ども本来は忍者ではございませんので、説教するぐらいしかできません。それにここのところ敵国の日の入り国がおとなしいので、私ども日の出忍者学校も出番がございません。日の出忍者学校は影の存在、忍者たちが暇ということは国が穏やかである証拠でございます。おう、事務局長、確かにそうだな。いつもながら冷静じゃ。シートばかり肩が凝りますがだが事務局長の言うことは的を得ておる。本当は忍びなどいらぬようにせねばならぬのじゃ。ごもっともです。うん、それでじゃ、実は敵国日の入りの忍びが紛れ込んでいるとの情報が今しがた入ってきた。なんと日の入りの忍びが。しかもじゃ、その紛れ込んでいる場所が忍者学校というのだ。そこでお主たちに一路日中にでも日の入りの忍びを見つけて成敗してほしいのじゃ。もし見つからなかった場合は、忍者学校の皆をすべてお縄にし、忍者学校も廃校とする。よいな。よい。殿、日の入りの久々の動き心配じゃ。姉上様にお伝えいたしましょう。すぐってる？お前はまだあれに話に行っておるのか？ええ、きっとお聞きになりたいと思います。あれのことはもう気にするな。それがお前のためじゃ。お父上、お母上、何者じゃ？戦え！出てこいアロチ。出る。
ったか？はい、姫は相変わらず美しくあろう。なのにここから出られぬとは、この美しさがもったいないわ。昔は姫を次から次へと飲み込んだという武勇伝があるではないか。なのにお前らはわらわの前ではビクビクしてばかりで情けない。また母か。ことはないのか。ちいわき肉踊る戦とか、大甲府の冒険とか。ありませぬ。もう10年もこんなところに閉じ込められて、そばにいるのは君の悪いオロチが3匹と、たまに弟のツグテルがやってきて、この白い屏風の向こうで私に話しかけてくれるだけじゃ。わらわが一体何をしたというのじゃ。きっとお父上とお母上はきっともうわらわのことなど忘れてしまったに違いない。嘘泣きじゃ。オロチがオロオロしてある。オロチがオロロ、な、面白いであろう。すんばらねー。ご機嫌取りは世の中で最もつまらぬ人間のすることじゃ。これのどこが用心棒じゃ。姉上様。すぐ出る。姉上様、ご無沙汰しております。早速ですが、姉上様もよく遊ばれた日の出忍者学校に日の入りの忍びが潜んでいるという知らせが先ほどありました。もしその忍びが見つからなければ、お父上は忍者たち全員をお縄にし、取り調べるとともに忍者学校自体を廃校にするおつもりです。こんな時ほど姉上様のお知恵があればどれだけ助かるか。本当に残念です。
母上が探しておられる。もう戻らねばなりません。それでは姉上様、また。すぐ出る。オールジたち、聞いたか聞いたか、日の出忍者学校に日の入りの忍びが潜んでいるそうな。これぞわらわが望んでおった超刺激的な出来事ではないか。よし、わらわは今から日の出忍者学校に潜入する。そしてこの手で日の入りの忍びを成敗してくれるのじゃ。今日こそわらわはこの禁断の屏風の向こうに飛び出すのじゃ。いいね、それはできませんの。わらわを止めてみよう。オロチがオロロ、オロチがオロロ、オロチがオロロ、オロチがオロロ。やっぱり1影先輩、2影先輩、3影先輩はかっこいいわよね。何にせ名前の漢字がうちらと違うしね。あへん、つけられた何にふさわしき技を持ち。どういうことですか。13影入門昇級中級の忍者は名前の数字が普通の漢字です。ですが上級の1影先輩、2影先輩、3影先輩の123だけは旧字体の123なのです。かっこいいだろ。漢字は簡単な方がいいと思いますけど。はい、下がる、上級上級上級、団子食ってばかりだね。稽古しろ。はい、私たち呼び捨てですね。影は省略されちゃってますね。所詮入門だもんね。なんだそこ、何をやっている。俺の作る団子の方がうまい。俺の作る方がうまい。おいおいおい、17、18、団子のことで喧嘩するんだ。あいつらね、同じ団子屋の長男と次男でね、自分の作った団子の方がうまいっていつも喧嘩してるんです。本当はどっちもうまくないんだけどね。村に返した方がいいんじゃないのか。いや、17影と18影は忍者学校の食事を担当してくれてます。ですからとても大切です。うわー、15影。忍者学校の皆さん、校庭に集合、研究会議です。おい、どうぞ。朝礼が終わったばかりなのに、なんでしょうね、なんかあったんでしょうかね。代々
団子屋でしてな。あの兄弟の親が早くに死にましたんで、このじいじばばが育てております。二人とも団子作りが下手くそで、城への奉公を兼ねて忍者学校に修行に行かせたんですが、忍者の食べる団子がありますよな。ひよひよろがんでしたかの。それを一生懸命作っとるそうです。きっとうまくはないんでしょうが、みんなうまいうまいと食べてくれるそうです。いい忍者友達に囲まれて、じいじばばは安心ですわい。うちの人は気弱ってんじゃないんです。虫には強いんです。だから森で虫や動物相手に働くのはお手のもんなんですけど、人間社会での立ち回りが苦手でね。だから忍者学で人との付き合い方を学んでくるって、多分生まれてくる子供にとって頼もしい父ちゃんでありたいんでしょう。日の出忍者学校の皆さん、これより校長先生より重大なお知らせがあります。校長先生どうぞ。日の出忍者学校の皆さん、先ほど日の入りの忍びが我が国に潜んでいるという知らせが入りました。しかもこの日の出忍者学校にです。殿は一両日中にその忍びを見つけ成敗せよとおっしゃっています。君たちの手で見つけられなかった場合、君たち全員をお縄にし、取り調べの上にこの日の出忍者学校そのものも廃校にするとの仰せです。わかりましたか。はい、はい、おい、
ミッション。この日の出忍者学校に日の入りの忍びがいるって。まさか。でもまあ忍者学校に忍者が潜むってのは一番バレにくいよな。日の出忍者学校ですよね。入学したいんですけど。お前日の入りの忍びか。日の入りだって日に夏の虫ね。夏の虫。もう偶の一家ゲット切るよ吉田だ。ブレイナー敵の忍びのくせに気のせいじゃねえ。十三影なんですか。くの一って。くの一とは女という意味です。女という漢字を書くとひらがなのく、カタカナのの、漢字の一でくの一。ああ漢字は奥が深いっていうか面倒くさいでよか。私昔この忍者学校によく遊びに来てて忍者の練習もさせてもらってたんです。さっき扉の向こうから今大変だって聞いたもんだから、何かお手伝いができないかなって。あんた忍者を甘く見てんじゃないわよ。いや新参者だからこそ使えるかもしれぬ。それに日の色の忍びがこんな派手な色で現れるわけはあるまい。今は何が起きても頭数が必要だ。入れてやろう。日の出忍者学校は19かけまでですよね。 19? 私19かけは大学か。大学。大学。そんな。言ってみれば19までって中途半端だったんだ。いいじゃないか。20加減がいても。よし決まりだ。お前は20加減だ。20加減。それな。ダッサイ。あたしテルって名前だから。テル影がいいな。俺たち小級の名前はスジのままなんだぞ。小級だってスジだけよ。は省略されるけどね。そうだ、おめえは虹だ。10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。虹だ。先輩たちひどいでしょう。あはん。先輩よケチるんじゃねえ。影ぐらい。ごめんください。こちらに行ってる。ああ行った。えあっよかった間に合った。あとこのテンポなんだから。あ帰りましょう。喋り方、そのなよなよした動き、なよなよ、オーラ人
ます。テル姫様をお守りするのが私たちの仕事ですから。で、人間に化けたのか。はい、ちょっと時間がかかりましたが。おお。おおって。結構イケメンではないか。私の知り合いでして余人坊です騒げたこと忍者に余人坊などいらぬわさてはお前らが日の入りの忍びか日の入りの忍びがそんな派手な髪で現れるわけはあるまいでしょでしょもうよいまとめて面倒見てやれじゃあ呼び名は21、22、23でいいなあいや私たちはオロチって名前が好きなんで赤オロチ青オロチ青オロチで呼んでください10年早い200年早い1000年早いこれから日の入りの忍びを見つけそうやつを成敗するにしても大勢の方がいいでしょう、しばらくの間だけ認めて差し上げなさい、でも名前はしばらくの間です、出る影でいいでしょう、20影は決番です、やばー、21
主さんですよね。おお、呼ぶのに長すぎて最近は誰が何番で何番が誰だかさっぱりわかりません。オロチでいいではないですか。しばらくの間です。ではよろしくお願いします。では照影、赤オロチ、青オロチ、茶オロチ、日の出忍者学校の一員として認めてやる。よろしくお願いします。何やってんだ。ミリアわかるだろ、手裏剣を磨いてんだ。先輩たちが使う手裏剣に俺たちの魂を込める。これも立派な忍者の仕方なんだ。ジゴカゲ、俺がやってやる。邪魔しないでください。ジゴカゲ、私が磨いて差し上げます。いや、俺が。いや、私が。いや、俺が。あれって、女のお前には関係ない世界だ。オロチたちは気をつけろ。ここはいろんな意味で男も女もないからな。おい、一影先輩の授業だぞ。一影先輩の授業？今で見た学校では上級の一影先輩、一影先輩、先導の掃除目だよ。城の忍者学校に奉公に行ったあいつかい。あいつは体がクマみたいにでかくてな、あいつが船に乗った途端船は半分ぐらい沈んじまう。でもよ、貝の扱いがうまくてね、器用なのさ。だからほら、忍者って手裏剣とか、まきびしとかいろいろ道具を使うだろ。きっと今も忍者学校で偉い先生にいろんなことを教わってるんだよ。方向から戻ってきたらきっと
わしより異変度になるぞ。私の娘ったら、これからこの国を支えていく者たちと共に、人としてどうやって生きていくべきかを学びたいってなんだか難しいことを言って忍者学校に入れちまいました。私を継いでこの料理をやってもらいたいって思ってるんですけど。まあね、確かに仕事のことしか考えなくなる前に多くの人と交わり一緒に時間を過ごすってことは若い時に必要かもしれませんね。諸君も知ってる通り、忍者の技は常時のそれと異なる。闇に沈んだ森陰でも人の姿を見極め、地面に落ちる針の音さえ聞くことができる。これまでの学習効果は出てきたか？最近闇より目が利くようになりました。猫が抜き足、差し足で近づいてくる足音が聞こえるようになりました。それが双方だ。だんだんそれが高度になってくれば、天井の下にいる人の姿が見えたり、壁の向こうの密談が聞こえるようになってくる。凄まじき怒りも底知れぬ苦しみも、全て胸にしまい泥で塞げよう。果てのない欲望も抑えられぬ感情も、吐き出し拳で叩き潰せ。あの一枚も揺れる静寂、水の一滴もこぼさぬ心情、やがて得る力は己を変える。はあ、はあ、己を姿なき者、己を大人気を聞け。己以外の何も信じず受け入れず、全てを拒み心を閉ざせよ。まばたきの一間も見逃さぬ冷静。
粋な一吐きは許さぬ覚悟やめて得る力は己を変えさすが一影先輩の講義は迫力がありますね。前回の授業息をせず熱を感じず使用されない術なんかすごかった。おお。武器って手裏剣以外に何があるの？忍者の主な武器は手裏剣、まきびし、鉄骨鍵、忍び玉、鎖玉、隠し、それからドリビ砲というカシャトガー火薬です。今日は改めて防術手裏剣の技を複数する。入門たちは脇で見てろ。Ha ha ha!
娘たちに父ちゃんもこんなことしてるって知らせてやりてえな。しんじかけは子供がいるのか男か女か。女が年子で10人だ。上船入門。娘にチャンバレでも見せるんだな。三ヶ月先輩厳しいですね。あれが三ヶ月先輩のやり方なんだ。あんなこと言って分岐させるのが目的なんだ。あへん兄弟の厳しき言葉しみる愛。おお、忍者学校は優しい忍者ばかりが集まった、あったかい家族みたいな学校なんだ。そうだそうだ。優しい忍者、あったかい家族、それって忍者の世界って感じがしない。姫なーに。お前たちはどうも手裏剣さんに欠けている。皇帝一周校庭はこの広き森です。お付き合いします、セルカゲ。男に言い寄られてた美少年、15影ね。ありがとう、私は女だから大丈夫よ、こいつらも安全。爬虫類だから。爬虫類。女子見て娘を思う、会いたいな。なんだ忍者学校でも歌読んでるんだろうかね。母ちゃん、何一人事言ってんだい。どうせ父ちゃんのこと考えてたんだろう。考えたってすまないよ、どうせ会えないんだから。夢のないこと言うね、あんたたち。夢なんか食えねえもん。ちょいと失礼しちゃうね。母ちゃん、べっぴんだからまだまだいけるよ。べっぴんだって、こんなにたくさん子供がいたら無理だよ。そうだよ。まあ、そうだけどね。そうか。だって父ちゃんと母ちゃんすごく仲がいいもん。まだうちらの父ちゃんと母ちゃんはやっぱり今の父ちゃんと母ちゃんが一番いい。ありがとう。あんたたち、なんてかわい娘たちなんだ。当たり前だろ。おかん、父ちゃんよ、早く帰っていただきます。
忘れすから、まもなく雪の季節です。嫌じゃ嫌じゃ、外で遊べぬ冬は嫌いじゃ。テルカゲはどうして女なのに忍者になりたいのですか？そりゃ面白いんじゃない、飛んだり跳ねたり消えたり。それだけではありません。人を騙したり裏切ったり殺したりしなければなりません。十五影、私の父親は日の入りの忍者でした。お父親が敵国の日の入りの忍者。ええ、でも国の祭りごとに賛同できず、この日の入り城に密偵に入ったとき裏切ったのです。裏切った？日の出城の殿様の前に自ら進み出て国の機密を漏らしたのです。それで？すぐに日の入りの忍者に連れ戻され殺されました。日の入りは見せしめのために父の残した家族、すなわち私や母や弟を殺そうと探し始めました。その時私たちを救ってくださったのが日の出城の殿様です。我が殿がそうだったのか。母君や弟君は今日の出村のお社に奉公しております。知ってある、裏に大きな杉の木があるお社だな。昔よく遊んだ。ああ、でもこのことは内密にお願いいたします。テルカギ殿のおおらかさに流されて話してしまいました。そうだな、これが日の入りに知れたら十五影の家族は見つかって殺されてしまう。大丈夫じゃ、私は口は固い。申し訳ございません。それでは。ああ、いやーせー、何がじゃ。十五影という忍者、姫のような入学したばかりの忍者にあのような重要な情報を話すでしょうか。そうか、あいつが日の入りの忍びか。いや、そうじゃなくって、あの美少女の魅力で忍者たちを一網打尽にするつもりなのじゃ。どうやって、十五影に心を奪われた忍者はこう言って十五影に迫る。十五影、俺はお前のことを。十五影は当然こう言う。なりませぬ。忍者は諦めずに十五影を押し倒す。いや、もう我慢ができぬ。バカ、予定通り明日朝十五影はおめえと叫びながら脇に刺していた担当を取り出し、ぐさー。姫、おふざけが過ぎます。だが考えてみればお前たちの言う通りじゃ。十五影のやつ怪しいな。よし、姫つけてみましょうか。よく言った。それでこそわらわの用心棒じゃ。行くぞオロチたち。ははまたか。ひひ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 
姫、あそこ。わー、わー、十一影、十一影、私の家族は今日の出村の鍛冶屋に奉公しております。鍛冶屋？さっきあいつわらわには家族はお社で奉公してるといたぞ。なんで他の者には鍛冶屋と言っておる？そうですね。あー、またー。14影、私の家族は今日の出村の番傘屋で奉公しております。番傘屋？やっぱり怪しい。きっと忍者学校の皆に異なる情報を流して降格させようとしているのだ。そうでしょうか。うわあ、また。十九影、私の家族は今日の出村の呉服問屋で奉公しております。呉服問屋？やっぱりだ。うちはもめを起こそうとしている十五影が日の入りの忍びじゃ。いや、それは違うでしょう。何が違うのじゃ、行ってみよう。たぶしは乗っていませんが、たぶん明日にはわかります。何がわかるのじゃ。いったいった。誰が日の入りの忍びかがです。入るぞ。あ、殿。
一服立ててくれ。はあ。やはり茶室は良いな。心が静まる。はい。そのにじり口からすでに全く異なる世界が始まります。して、忍びの意見はどうなった？本日、種をまきました。きっと、芽を出すでしょう。どうぞ。わしもこの平常心で敵の忍びと向き合うことにしよう。殿、茶室に行っておられたのですか？はあ。日の入りの忍びが見つかったらどうされるのですか？それが悩んでおる。殿、無意味な流血はおやめください。忍者といえども人間、親も子も連れ合いもおります。今の我らに継ぐてるがいるようにな。ですが、いつかの子も私たちの手の届かないところに行ってしまうのでしょうね。ことはそういうものだ。Oh,
もこう厳しく諭し、分かるまで随分時間がかかったな。お前はまた日の出に戻って敵を油断させ、戦いが始まったらこちら側につけ。行け。昔日の入りを裏切ったやつの家族の居場所が分かったぞ。これから首を取りに行く。お前らもよく見とけ。日の入りを裏切ればどんなことになるか。裏切り者に明日はない。女であろうか子供であろうか、泣きわめこうが助けをこうが、よっさするな。いけ。歩き方と走り方の演習だ。忍者の歩き方にはいくつかの形がある。例えば忍び足、これはかかとではなくつま先を軸にして歩く方法。それから真相投法の術、両手を床について右足を右手の甲の上に、左足を左手の甲の上に置いて歩く方法。最も足音がしない歩き方だ。その他にもあるが、今日は長距離を走る時の特殊な呼吸法、二重息吹をやってみる。これは吸、吐く、吐く、吸、吐く、吸、吸、吐くを繰り返すのだが、顎を上げず遠くを見て走ることが重要だ。やってみよう。はじめ、吸、吐く、吐く、吸、吐く、吸、吸、吐く、吸、吐く、吐く、吸、吐く、吸、吐く。のやつらが罠にかかった。見かけでどこだ。バンガーサヤだ。バンガーサヤ、どういう
ことは。何なんだ。昨日十五影が自分の家族が奉公しているのは番傘屋だと話したのは十四影でした。それが何だ。日の入りが番傘屋に攻め込んできたということは日の入りに十四影の情報が伝わったということです。じゃあ十四影が日の入りの忍びということか。そういうこと。よし、みんな漫画さやへ急ごう。入門の忍者たち、今日は現場での実践だ。みんな行くぞ。はい。十五影、よくやったぞ。十四影を縛り上げとけ。はい。十四影、すみません。そうか、罠だったのか。みんなに異なる情報を伝えて敵がそのいずれかの情報に反応したらその情報を元になった人間が敵の忍び、いたって基本的なあぶり出しようじゃないか。俺としたことが十五影の話に油断してしまったな。十四影、お願いですからここにいてください。無謀なことはやめてください。では。俺を誰だと思ってんだ。日の出忍者学校の忍者だぞ。みんな遅く
かさじゃないか。大丈夫か三影。おう、影先輩、将棋と中棋の先輩たちいないんですか。何年ために十五影の間、偽城の場所にそれぞれ待機してるんだ。心配するな、おもらく、あいつらも駆けつける。ユーモの忍者たち、今日はお前たちがこれまで学んだ技をしっかり使って日の入りの忍びを倒すんだ。ゆうか！
忍びと世界の家のはガーッ横髪いい土産ができた。おい今日はここまでだ。行くぞ。横髪を一丸者は私がやる。これが日の出の忍者か。恥にも棒にもかからぬやつらだ。バカリズム。うわっ。おのれ。ひどいの忍者ではないか。何をする。十五影の親父さんと同じさ。俺も最後の最後に日の出の代わりだったということさ。十四影ありがとう。日の出城の殿様の言う通り、いつか忍者らがいらない世の中になればいいな。さらばだ。うわーっ、うわっ、うわっ、うわっ、許してくれ。一影先輩から教わった。息をせず、熱を感じず、火を忘れない術、無意識に使ってしまっていた。こうなったら潔く殿様の上に進み出て成敗をお受けするのが私の最後の務めであろう。殿はそのようなことは望んでいない。我が殿はいつも民のことを第一に思っておられる。日の出忍者学校が3年だけなのはきっと早く親子のもとへ、妻のもとへ、子供のもとへお主らを返してやりたいからじゃ。
ノーノはいつもみんなの家族のことを思っておられる。なぜならこの国自体が大きな家であり、民はすなわち大きな家族だからじゃ。そしてその大きな家族は隣の国とも仲良くせねばならぬ。そのために殿は今許すことを、忘れることを、愛することを学んでおられるのじゃ。たやすいことではない。許すことは争いも憎しみも忘れて、忘れることはましてや心を開き愛することは決してたやすいことではない。たやすくなくても分かり合いたい。敵も味方も忘れて出る影。出る影。出る影。どうしてんだ。やけに興奮していたな。とにかく校長と殿のもとへ報告に行こう。殿、忍者たちがやってまいりました。そうか。みな、この度は大儀であった。入門の忍者たち全員自己よれ、顔をしっかり見せてくれ。お前たちの働きは見事だったと言うではないか。ありがとうございます。殿、連れて
参りました。14影、この度の一件、自らの言葉で述べてみよう。私は日の入りの忍びです。任務はかつて裏切った日の入りの忍びの残した家族を見つけ出すことでした。長らく判明しませんでしたが、昨日十五影が思わぬ身の上話をしてくれましたので、その足で日の入りに報告に行きました。日の入りの忍びとして任務を果たしたということですね。なのに十四影は戦いの最中に日の入りの忍者に刃を向け、日の入りの忍者を守ったというではないですか。なぜですか。私は日の出忍者学校で家族というものを味わいました。校長先生のみんなを見守ってくださる大きさ、一影先輩の辛抱強さ、二影先輩の温かさ、三影先輩の熱さ、戦で父母を亡くして身寄りのない私にとって心に染み込む指導でした。十四影そして大殿様のお考えである、戦なき世への導き、日の入りの国にはありませんでした。十四影の魂はすでに日の出の忍者になっていたということですね。はい、ですが十五影の話が忍びをあぶり出す罠だったとは気づきませんでした。日の出忍者学校に心を許した私に油断が生じていたのでしょう。すまない、十四影母君と弟君はご無事か。殿のおかげで影、はい、戦のない世にしたいというわしの考えに賛成してくれるか。はい、戦のない世、すなわち忍びも必要のない世じゃ。はい、忍びが必要なければ忍者学校もいずれなくなる。はい、その時お前はどうする。私は小さな寺小屋を作りとうございます。日の出忍者学校を手本にして子供を集めて
読み書きや算術とともに人の生きる道を教えます。人の生きる道は私たちの忍者の走るこの森と同じ茨の道だと教えます。でもその多くの困難や苦難を乗り越えながら人は走り続けなければならないのだと教えます。では、わしの願う戦のない世が来るまで、お前はしっかりと自分の任務を遂行するがよい。お前は今も14影じゃ。日の出忍者学校の14影じゃ。よい。お前の名前は10影にございます。11影にございます。12影にございます。13影にございます。14影にございます。15影にございます。17影にございます。18影にございます。19影にございます。ん？これで終わりか？中途半端だな。実は昨日入ったばかりの20番目がいるのですが、先ほどから姿が見えません。自分のことをテルと呼んでおります。テル？はい、3人のオロチという名前の男たちと共にやってまいりました。オロチ、オロチと申したか。はい。デルと名乗ったのは大層威勢のいい女でした。時々お城の偉い人のような言葉遣いをしていたな。日の出村のお社でよく遊んでいたと言っていました。潔く死ぬと言った私にたわけものと叱ってくれました。俺たちがビクビクしてた時に団子投げろって教えてくれた。一緒にヒョロガを投げた。オロチって名前のやつらは私がヘビ退治してるって言ったらびっくらこいて行っちまいました。テル、なんと懐かしい響き。その女は本当にテルと名乗っておったのか。はい、20影などという名はつまらぬ。テル影という名が良いと。テル影？姉上様。姉上様とは？テル、テル。殿、これは一体？テルは
わしの最初の子じゃ。名はテル姫。おれ姫の顔何でもしたぞ。これは姫の資料やりました。私は姫に罰として豪邸一周っていただきました。みんなちょっと待って。殿、私たちが知れる限り殿のお子様はスグテル様だけでございます。この城ではの先祖代々女子が最初に生まれると不吉だということで尼に出すのじゃ。だが奥がそれを嫌がっての外向きには死産であったと知らせ城の奥部屋で育てておったのじゃ。大層お元気なおてんばな姫で小さな折には忍者学校にいては忍者たちと遊んでおりました。の校長。はい、忍者たちは表立って遊べない姫の相手を喜んでしてくれました。その時の呼び名が照影様でした。照姫様のことは他言無用でしたが、そういう意味では口の固い忍者たちは照姫様の格好の遊び相手でございました。では姫は久しぶりに日の出忍者学校に遊びに来てくださったのですね。テルは10年前に病で亡くなった。そんな、まさか。だって俺たち姫と会ったんですよ。いけるわけない。俺たちみんな夢を見た。校長先生、校長先生にも紹介したじゃないですか。事務局長、事務局長もあの時一緒にいたじゃないですか。私には見えなかったのです。あの時君たちが紹介してくれた時、私と事務局長には見えなかったのです。どういうことですか校長。校長には見えなくて私たちだけに見えていたとは。一影、あなたは後輩たちに何を教えていますか。何をと申されますと、水の中に潜ったり塀を登ったり化けたり消えたり、そして見えないものを見たり聞こえないものを聞いたり。ああ、そうです。ここにいる忍者たちはあなたから教わったその技で、すでに10年前に亡くなったテル姫様の姿が見えたのです。声が聞こえたのです。三人のオロチたちはテルが亡くなった時に守護神として三つのオロチの彫像を作ってもらい、
姫の亡骸に備えました。オロチたちが人間に姿を変えて姫と一緒にそなたたちの前に現れたのだ。私が昨日忍者学校に日の入りの忍びが潜んでいるという話を姉上様のご仏前でお話ししたせいなのですね。それで照姫様はいても立ってもいられなくなって忍者学校にいらしたのですね。姉上様、そなたたちもっとテールの話をしておくれ。テールは美しかったか。奥方様にそっくりのお美しい方でした。おしとやかではなかったろうな。強くあり、優しくありて、美しき。テル姫様はお名前通り光り輝いておられました。テル姫様は日の光のように輝いておられた。もっともっと幸せ。
びじゃ。そなたたちに名前を与えよう。十ヶ月は家は何をやっておる。カルという名の料理をやっております。おお、そうであったか。ではお前はカード掛けじゃ。ありがとうございます。次は十一掛けにございます。歌読み方したと見た。歌掛けじゃ。そして十二掛けにございます。仕事は熊のようにでかい体じゃの。お前は熊掛けじゃ。十三掛けでございます。書物が大好きです。それでメガネをかけておるのか。はい。よし、お前は四つ目掛けじゃ。それからお前は頼りにならんやつらよの。そんなことさっさと言えばいいもの。だって亡くなってからも姫はすっごく元気で。亡くなってからも元気って変な日本語じゃ。とにかく姫はもう死んでおられるのですよとはなかなか言えないものです。そうじゃろうな。だが今はすっきりしておる。はい、大殿様と奥方様のお子様として生まれるという大きな仕事を成し遂げて、そして見事に王女されたのです。大げさじゃのう。過ごした時の長さとか望んだ夢の大きさとか、そんなものを測るのは国に行くぞ。そしてまた誰かの子として生まれ、そして国と国をつなぐ大きな仕事をするのじゃ。オロチたち、お前たちは本当に愉快な用心もらった。
こそ別れの時じゃ。じゃあオロチ、赤オロチ、青オロチ、無礼なわらわを許せよ。泣くなオロチたち、生まれ変わるわらわを見送っておくれ。Jadi orang yang hebat, berguna bagi nusa dan bangsa, serta menjembatani perdamaian di dunia. Irsyad, Erika, Eka, Aden, Dita, Dinda, Caca, Cahya, Eri, Maura, Zia, Nela, Langit. Nyumong Ninja no Kazukutachi, Sekar, Hana, Haku, Tara, Apis, Fania, Faris, Tiara, Lala, Rina, Selin, Arsita, Deza, Yuni. Kocho, Jimmy Kocho, Tono, Okugata, Sukuteru, Aryo, Maya, Iwan, Sri, Ahner. Hinori Ninja Gakono, Jokyu, Jukyu, Shokyu no Ninja Tachi, Agas, Taufik, Daniel, Fami, Mayu, Bram, Nanas, Luki, Jojo! Hinori Ninja Gakono, Nyumong no Ninja Tachi, Siska, Tris, Aldo, Ramzi, Naval, Vanus, Asti, Haries, Juli, Bimo! Orochitachi, Seto, Aldi, Balkan! Soste, Teruhime, Bila! Suzumite, Ishobu, Ichi, Ayu, Gigi, Fia, Nada, Nopi, Karisma Chika Atun, Butai Bijitsubu, Onggakubu, Bipit, Gabela, Zawil, Ita, Dia, Alfa, Nanda, Gugum, Asha, Angel, Cindy, Dia, Nana, Krista, Misran, Farhan, Ludi, Ian, Lutfi, Fatri, Soste, Watashi, Fajar des. Ijo, 2018 年劇団演じく何より18名のサポーターの先輩たちです。で
ではここで本日の応援をお手伝いくださった皆さんをご紹介しましょう。まずは今公演を救済していただき、また演じくにたくさんのチャンスをくださっている在インドネシア日本大使館様、ありがとうございます。続いて衣装制作をお手伝いくださったみのりのスタッフの皆さん、いつも演じくを見守ってくださっている桜先生プロジェクト自己委員会の皆さん、舞台照明を担当してくださった秋元さん、ボカルトレーニングを指導してくださった陽子さん、忍者パフォーマンスの指導をしてくださった伊賀の忍者衆ライルの優香先生と優子先生、神楽舞のオロチと指導してくださった広島美濃地神楽団の皆様、続いてジャカルタコミュニケーションクラブ渡辺先生、アレ先生、デジ先生、そして私たちの指導してくださっているガイキリ先生、最後に私たちを応援してくれた家族たちや友人の皆さん、そして演じきの先輩たち、本当にありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。ではいつものように本公演の締めくくりとして私たちの歌をお聴きください。まずは円熟が2011年から歌い続けている大切な歌です。ガイキリ先生が歌詞を書き、小大団長のファドリ先輩が記憶を作りました。桜よ大好きな日本へ、色の
演じくは桜代を8年間歌い続けてきました。そして日本インドネシア高校樹立60周年親善応援団として務めた今年、演じくを代表する新たな歌を作りました。この歌をたくさんの日本人とインドネシア人の皆さんに歌っていただきたいと願っています。Kini ku nyanyikan lagu dalam bahasamu. Kimi no kotoba de utaitai. の国インドネシアの歌を聴いてください。多くの名曲を残した
ご無作、そして教科をいただいて円塾が日本語の歌詞を作りました。メラプティ、
Thank you.